スタート。はい、さあ、よしちゃん、じゃあ何しようか。本日はですね、双子が早食い対決したら同時に食べ終わらせる。皆様やってまいりましたよ。久しぶりに平和な企画でございます。はい、本日はですね、双子検証やっていこうと思います。今日はね、やること簡単、飯を食うこと。じゃ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 ーん、マクドナルドを買ってきました。果たしてどっちが最初に完食するのか競っていこうと思います。僕らなんだかんだね、もう4年以上 YouTube やらせていただいてますけれども、なんだかんだガチガチで勝負したことないよね、早食いで。はい、僕らね1000本以上動画上げてるんですけど、その中にね一つも早食い対決がなかったんですよ。大食いとかはあるけど早食いっていうのないよね、確か。はい、基本的にはね、僕の方がいつもね飯は早く食べるんですけど、競ったことはないので正確には言えないね。なんかちょっとネタみたいな感じになってるよね。なんかネタでエリスの方が食べ終わるのがね早いから、ちょっと行くのも早いみたいになってるじゃん。はい、まあそういう下ネタは置いといて、はい、本日はですね、どちらが早く食べられるのか競っていきます。そういうさ、無駄な話はいいからさ、早く呼ぶぞ。はい、双子と言っていますけど、僕らは偽物の双子でございます。こいつうるせえよな、みんな。もうね、多分ね、聞きたくないのよ。で、本日はそこで同時にもうタイトルに書いたんだから、早くよ、おとなしく。いや、これだけ言っとこう、僕ら双子じゃないです。だからさ、それもうみんな知ってる、自分の口で言ったら1000本以上の動画あって、みんなね双子とは言ってるけど本当は兄弟ってみんな知ってるから。けどね、双子以上に双子ってある自信はあります。多分尺をね、稼ごうとしてるだけなんで、みんなごめんね。いや、絶対10分以上にはしないんで、別に尺とか稼ごうとしてないんで、だいたい8分から9分になってると思いますけれども、うん、じゃあなんで伸ばしてんのよ、もう。分かった、食べようぜ、みんなそれが見たいのよ。はい、本日はですね、先ほどマックに行きスパビーを5つ買ってきました。いや、僕ね、僕らスパビーは大好きですよ。マックといったら僕らハンバーガーでスパビーなんですけれども、スパビー連チャンで5つはちょっときつい。今ね、ジェンガやろう。ジェンガって何？ジェンガこうやってスパビーを落とすの。食べ物で遊んじゃダメ。え、それジェンガって言うんだっけ？ジェンガでしょ、なんかこうやって押すやつ。ジャンガだと思ってた。ジャンガじゃねえよ、お前。ジャンクフードでジェンガなんてな。はい、早速ね、まずはサムネの方を撮っていきましょうか。なんだよ今の。なんだよお前、ちょっとごめん、ここ使おうぜ。なんかこいつ今日静かだぞ、お前どこ見てんだよ。静かなやつって一番怖いんだぞお前。いいから早く始めようぜ。なあ、どうしたお前、嵐でもこんなに嵐したんだよ。嵐の前の静かさと同じだよ。お前いつも通りやれよ。なんかお前らしくねえんだけど、お前どうした。お前何回も言ったけど、てめえなんかに負けねえよ。生意気なことに負けませんよ。毎回言いますけども、こいつは僕より2年と2ヶ月以上年下なんですよ。いやいや、それは別に関係ない。なんで？それは関係ないです。よし、エブレ一切手加減しないからな。早く食べたり遅く食べたりもしないよ。自分たちのはね、力一杯を出しましょう。多分ね、僕の予想同じぐらいに食べ終わるからね。双子以上に双子な兄弟なんで、僕らってね、どっちが早いとかないと思うよ。いや、俺は一個分お前よりも早く食べ終われる自信はある。一個分？お前調子のんだ、生意気な小僧が。行くぞ。お前なんか緊張してきたな。これなんか二人でラーメン歩いたじゃん、お前大阪で。あれより緊張してきてんだけど今。それはないな。なあ、フジテレビのお前収録より緊張してんだけど今。いや、それはないな。全国放送より緊張してんだけど今。それはないな。よーい、スタート。きつい。おいしい、きつい。うん、ハンバーガー5個きついよ。うわっ、うわっ、水。もっと人間みたいに食べようかな。ちょっと動物みたいに食べ過ぎた。ごめんなさい、ちょっと1個目から失礼しました。僕ね、ああいう食べ方嫌いなんだよね。はい、じゃあ行きますよ。僕ね、あちこちでね、周りが言われてるんで、綺麗に食べるわねって全然そう思えなかった。今自分が恥ずかしい、申し訳ございません。もっとね、人間みたいにスピードしよう。オッケー、じゃあ一時停止したので再開しますよ。ちょっと水をね、忘れてたのでごめんなさい。行きますよ、2個目からスタート。
やっぱね、いくら早く食ったって後で詰まるからね。ほら、いや、ハンディやるよ。やっぱハンバーガーって食べるんやん。計算なん、計算。やっぱ結局はこの世の中さ、なんでも頭がいいと勝つんじゃん。ね。ガタイが大きいからね、大食いできるわけじゃない。頭よく食べるけろ、お前トップなんだよ、この世の中で。わかるか？3個目。これ何ヶ月ぐらいあんのかな。一個何ぐらい？一個多分300カロリーぐらい。うん。1500カロリーが取れる。僕たちモデルだからないよ。こんなところに食べ物の見え、そうすよお前。あんまりよ。いや汚い。おいおいアホ。さっき自分が拭いてもともと汚い血して拭き上がった。お前意味ねえだろそれじゃ。ラスト、マジかよ。口は悪まるよ。マジ最後の一口が辛い。うん。この5分間で俺この年で鼻水出しちゃったもん、うん、1分で1個のハンバーガー食べるのはマジで難しかった、うん、1分も変わってないよね。最初の1個目とかマジで20秒で食べたよね。まあ平均するとね、多分今5分ぐらい経ってるんで、やばい、結構ね今お腹がもうズキズキします。5分で5つ食べれる。みんな、はい、検証結果はほぼ同じタイミングで食べ終わるでした。口に入れたのは僕の方がね早かったけど、結局飲み込むまでの時間だとエネス君がね10秒ぐらい早かったのよ。いや楽しかったね。久々に平和で終わるのもいいね。はい、ってことでさ、これは聞いてたらこういうことだったらどうぞよろしくお願いします。マジでありしてっしょ。うまー。企画は平和だったけど僕らの胃の中は平和じゃないな。今結構荒れてるわ。大嵐だ。台風何号か分かんないけど 17.5 ぐらい。エミル聞こえない？いや、さっきからピンポン鳴ってるよお前。え、お前が効果音でやってんじゃないのこれ。ちげえよ。あ、そっか。いや、効果音だろ。いやいや、俺、Uber Eatsで、マック、もう5個ずつ頼んでたんだ。え、これガチのチャイム？え、ガチのチャイム、お前。Uber Eats、もう5個？うん、もう5個来たよ、お前。でもさすがに食べれなくね。すいません、無理です。いや、俺余裕だと思ってさ、もう5個ずつさ、ちょっと追加でやろうと思ってたけど、さすがにきついから、家にいない設定でさ、隠れようよ。隠れるか？え、なんでお前頼んだ？お前、オフショットのために頼んだ、もしかして。いや、違う。5個ずつじゃ足りないから、まあ、動画の途中で、ウーバーイーツが来て、追加調整みたいな。とりあえず隠れる、分かった。おい、やめろ、オフショットのためにやったかと思ったよ。いやいや、ちょっとバレないし。あ、オフショット？オフショット？オフショットのためにやった。お、まだ回ってんの？オフショットってさ、なんか、金髪のさ、トルコ出身の2人組の YouTuber が最後にやってるやつ。ちげえ、俺今ブラウンだよ、お前、金髪じゃねえよ。どうでもいいだろ、お前、金髪には金髪の。お前、カメラ回ってるってことは、配達員がこの動画見たら、俺らが本当は家にいたってことがバレるじゃねえかよ。ああ、やばいな、それはバレたな、お前、家にいんなり出ねえでやべえよ、お前。これどうすんだよ。何以上だけ、お前、バレる前に、上がる前に切ってやるよ、ぶっ壊してやるよ、お前、にしてやるよ。お前、これ早食い炎上だよ。早食い炎上だよ。